逸脱は平均的な基準からの変更の総称のこと。一般には単に統計的な意味で出現頻度のごく少ないという意味にとどまらず、その上にルールから外れた望ましくないという道徳的裁定が込められる。社会学において逸脱論は異常で病理的とされる社会的事象の研究を行うものである。ただ一般の常識内し偏見から離れ、 より科学的な態度で望むものである。つまり、ある社会において逸脱として定義される事象は、別の社会では必ずしもそうではない。逸脱論の暗黙の目的は、正常な社会の有する諸相を明らかにすることにあり、つまりは、なぜ種子の事象が逸脱として扱われるのかを問うことで、まさに、どのようにして種子の社会が機能しているのかを照射するのである。 フランスの社会学者、エミール・デュル・ケームは、犯罪は、時々の社会にとって、不可欠の機能を果たしているとして、犯罪の正常性を主張することで、一般的な常識内視偏見を覆す、科学的な社会病理学の先鞭をつけた。1938年には、アメリカの社会学者、ロバート・キング・マートンが、それまでのプラグマティックなアメリカ社会病理学に対して、 逸脱行動なる用語を定着させる画期的な論文、社会構造とアノミーを発表し、その後のシカゴ学派などによる逸脱行動研究の流れを用意した。ありがとうございます。